私たちの熱い願い。世界平和を祈りながら踊りましょう。カンテマイディスコスタートします。対して納得いくこと、納得いかないことがあるので、じっとしていたくはない。ただずっと反対とかデモとかネガティブなこととか、その悪い情報、インターネット上でこんなことあったよっていうのばっかりだと、みんななんかそれに、なんだろう、無力感とか感じたり、こういうポジティブないろんな方法をね、方法は無限にあるんじゃないかなと思って参加しました。やっぱり平和に、平和でみんなが幸せでいてほしいと思うし、なんか戦争になりそうな雰囲気だったりするので、それは早いうちから止めたいなと思います。分かち合いたいなって思ってます。ここでみんなで楽しむことによって、永田町の人たちをもう楽しく平和活動をするというコンセプトがとても賛同してきました、住んでたけど、今またアメリカに住んでて遊びに来てますけど、今日みんなでなんかこのデモのことを知って、みんなで行こうと聞いて、一応沖縄のことを応援したいと思って三振持ってきました。基地、日本守るためだって言うけど、基地があるからこそアメリカが他の国と戦争したら日本が狙われるし、なんか巻き込まれてしまうから、沖縄の人たちみんな平和主義で、なのに前は日本の戦争に巻き込まれたし、これからアメリカの戦争に巻き込まれる危険もあって、だから基地は良くないと思います。とにかく周りの国と仲良くすることができたら、チェキチェキヘイ、皆さん待っててくれてありがとう。じゃあ残り45分、世界平和を祈って踊り倒してください。 DJ 沖野修也。
じていただいたと思うんで、皆さん、世の中のこと、そして、友達のこと、家族のこと、そして世界のこと、未来のことについて自分の頭で考えてください。どうもありがとうございました。 DJ 沖野修也です。はい、 DJ 沖野修也、もう一度大きな拍手。東京マイディスコありがとうございました。今日のそのイベントの趣旨もその世界平和のために踊り祈るということだったんですけど、実はもう僕の DJ プレイそのものが本当に世界平和っていうものをいつも念頭に置いて僕は活動しているので、そのなんか2つのなんかコンセプトがちょうど合致したということで、今日は僕もあのいつも通りプレイすることができました。僕的にはね、そういう割とメッセージのある曲も書けたので、なんかそのもちろん純粋に聴いてダンスを楽しむ人がいても良かったですし、なんか僕の投げかけたメッセージをちゃんと受け取ってくれる人がいたのかなという気もしてます。一番分かりやすいところだと、だからボブ・マーレー のゲットアップスタンドアップだったり、それからあとはね、ウェイクアップピープルっていう曲も書けたんですよ。だからそういう歌詞が、まあ、みんなへのメッセージに今日はなってました。こうクラブとか DJ ってなんか政治とか社会からすごい離れたところに位置してると思われがちなんですけれども、僕は決してそんなことはないと思ってて、やっぱりこうやって人間として日々生活している中で社会の問題とか政治ってもう本当に密接に関わってくる問題なんで、僕が DJ をすることで社会や政治のことに興味を持ってくれる人がいるのであれば、こういうちょっと変わった場所ですけどやることにもすごい重要な意味があるんじゃないかなと思ってます。今日本で起こっていることっていうのがあまりたくさん笑ったりとかっていうような、本当のことがどうだかわからないけれども、笑ったりできるような状況ではないっていうのは分かってるんですけれども、まあ、ここが成功か成功じゃないかっていう意味ではなくて、これを続けることにやっぱりすごく意義があると思うので、次回もできるように、まあ、ただみんな参加してくださっている方も割とこうちゃんと誘導すると聞いてくれるので、まあ、もうちょっと大きな規模でやってもいいのかなっていうふうに思ってます。じゃあ続く予定ですか？続きます。はい。